車好きあるある。モーターショーは車好き以外の友達と行くくらいなら一人で行きたい。どうも皆さんこんにちは、こんばんは。新サークの部屋のサークでございます。やっていきましょう。今日も楽しくやっていきましょう。グランツーリスモスポーツ。さあ、冒頭にもお伝えしましたが、まあモーターショーいいですよね。特にさ、モーターショーって東京モーターショーぐらいしかさ、あんまり行かないじゃん。東京と大阪ぐらいしか。やっぱりね、ジュネーブモーターショーとか行きたいと思わない？ジュネーブモーターショー。サロンアンテルナショナルドロトということで。やっぱりね、ジュネーブモーターショーとかが一番最先端行ってる気がするよね。世界5大モーターショーの中で。あ、世界5大モーターショーに東京モーターショー入ってます。大阪モーターショーは入ってません。ちなみに世界5大モーターショーっていうのはどこか言えますか？まあ、まず一つは東京モーターショーですよね。で、二つが、まあ、ジュネーブモーターショー、サロンアンテルナショナルドロトということで。あと三つ何かわかりますか？そう。はいはい。正解。やっぱさすが皆さん正解ですね。フランクフルトモーターショー。そうですね。あとは北米のオートショーですね。北米国際オートショー。そしてあとはフランスパリのモンディアル。ね。モンディアル・ド・ロトモビルというね、ショーがあります。これが世界5大モーターショーということで。まあ、その他にね、いっぱいありますよ。他にも北京や上海やとか、まあベトナムとかバンコクとか、まあモスクワとか。まあいっぱいありますよ。いっぱいありますけど、世界5大モーターショーというのは、先ほど言った東京とフランクフルト。で、アメリカ・デトロイトと、スイス、ジュネーブ。で、あとフランス、パリということで。まあ、そんな感じです。はい。ではね、今日も楽しく頑張っていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。それでは、今日も GT リーグやっていきましょうか。はい、やってきました。今日もね、GT リーグやっていきたいと思います。で、前回ですね、次はこれやりましょうと言ってたやつ。はいはい、これ、スープラレジェンド。やっぱこれやりましょう。うん。これはずっと走りたいなと思ってたやつだったんで。で、前回はね、ミニミニ大作戦っていうので、まあちょっとね、ネタ的なレースだったじゃないですか。ちょっとネタ、お遊び的なレース。備えに、超真剣に走るレースとかじゃないからさ、まあ、お遊びって言ったら失礼なんだけど、まあ、今回はちょっと真剣にやりましょう。これね。スープラレジェンド、スープラでレースをやっていくということで。しかも、レッドブルリンク。これは、やっていきましょう。これはね、ちょっと本気でやっていきたいと思います。こういうのもさ、燃料消費なしとか、タイヤ消耗なしとかばっかりじゃん、いつも。こういうのも、調整できたら面白いのにね。そしたら10倍、10倍でやったら超面白いじゃん。と、俺思うんだけど。5周。はい、やっていきましょう。で、スープラ。やっぱり今日も、これ80で行くかも悩むんだけども、スープラだけでこんな持ってるんだよ、俺。すごいでしょ。ねえ、ほんと。で、微妙に一番馬力超えてるのが一番すげえのが一番右にあるスープラじゃんね。これね。はい。で、あとは、まあ、今一番旬な車で僕は行きたいと思いますんで、これで行きたいと思います。はい。多分ね、余裕で勝てると思いますんで、ぜひ頑張っていきましょう。いやー、いいね。やっぱスープラ、かっこいいね。ほんと。自分がなんかほんと子供の頃から走ってるから、すごいよね。それが今こんなにね、途中ブランクが空いて、今こんなかっこいい新型の90スープラが出て、ちょっと声がガラガラになりましたけれども。はい、いい音ですね。ランボルギーニのシンボルみたいなのが出てきたね。OK。よし、じゃあ今日もスープラレジェンド第4戦、新しく追加された GT リーグ、やっていきましょう。それでは私のスープラが一番かっこいいと思いますが、他の80とかのスープラも見ながら、皆さん楽しんでいきましょう。よし、やっていきましょう。スープラレジェンド第4戦でございます。GT リーグの追加された新しいレースになりますね。はい、やっていきましょう。スタートです。まあ、ちなみにこのレッドブルリンクは、まあ、グランツーリスモスポーツの時もそうだけど、基本的にプロジェクトカーズ2でもかなり走ってますから、ここのコース。めちゃめちゃ走ってるから、まあ、コースに関しては何の問題もないんじゃないかなと思います。で、なおかつ、これはまあ、ビギナーリーグ、アマチュアリーグですから、あれです。縛りがあります。クリーンレースを取らないと負けるというね、縛りがありますんで、そこ気をつけていきましょう。はい、ということでやっていきます。クリーンレース難しいからね、アマチュアとビギナーは。だからどうなるか分かりませんけど、1位でゴールしても敗北ですから、もうそれはね、ルールに基づいてやっていきたいと思います。さあ、ということで、おっと、危ない危ない、これ先輩の車だ。これは先輩の車ですからダメです。あれはぶつけたらダメ、怒られるからね。はい、よし、やっていきましょう。よし、とりあえず11位まで上がりました。ここからですね、まあ始まったばかりですから、まだまだこれからです。 OK。さあ、ブレーキ踏んでしっかりね。おっと、前にはマシュマロを食べ過ぎたスープラが走ってますね。マシュマロ、おっと、マシュマロ、ちょっと、おマシュマロ大丈夫ですか？おー、危ない、ぶつかるとこだったわ、今。マシュマロですね。確かに美味しいもんね。でも、子供の頃に人生で初めてマシュマロを食べた時の、あの恐怖を俺は忘れない。あれね、マシュマロね、本当に俺苦手だったんですよ。もう一番最初に食べた瞬間、口中がベタついて、なんか息ができなくなったと思って、ちょっと、こんなの食べれんわと思って、ちょっとベッて出したんですよ。あれ、やべえと思って、これ食われんと思って、
子供の時だけどね。でもまあだんだんね大人になるにつれてやっぱりあのマシュマロがすごい好きになるんですよね、うん、あのなんかフルーティーさがね、なんというかベタつくフルーティーさディスってないよ、ディスってないよ、はい、OK、おっとトロピカリーノだな、トロピカリーノどうした、トロピカリーノちょっとホノルル、おお何争ってんの2人、ちょっとホノルル生まれですか、ホノルル生まれ、パイナップル食べ過ぎじゃねえか、 A 丸9村、あ A 丸9 A 丸9村ってなんやねん、 A 90スープラや、ちょっと一瞬ボケたわ今、はいはい、同期じゃねえか、お前同期じゃねえか、お前ハワイ生まれか、かっこいいじゃねえか、 OKOK、さあここでしっかりとね減速していきましょう。まあなんか結局なんかお遊びみたいなレースになってるけど、一応至って真剣ですからね僕は。はい、ということで、はい、ホノルル生まれのスープラかっこいいですね、頑張って走っていこう、俺もね日本生まれのスープラだけどしっかり頑張っていこうぜ。よし、おっと墨汁飲みすぎスープラいるぞ、墨汁飲みすぎですよ君ね、はい、喉渇いたからって言ってちゃんと水飲みなさいよ、決して墨汁飲んじゃダメだよ。あーやばい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 、大丈夫おおちょっとぶつけられた、おおてめえば墓獣てめえこねる、まあまあいいやいいや、オッケーオッケー、はい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 、オッケーオッケー、怒りませんよ、サクシューマハは優しい男ですからね、サクシューマハは決して怒らない、そう怒らないんですよ、サクシューマハは温厚です、はい、ということでよしオッケー、さ来ましたね、ブルーハワイ飲みすぎたやつですよ、君もハワイ生まれだもんな、ブルーハワイだからな、ブルーハワイ飲みすぎてそんな色になったんだろう、オッケーいいじゃないか、私はね、私は何を食べ過ぎたか、私は何を食べ過ぎてこんな白色になったか分かりますか、そう私はね何にしようかな、ゆで卵オッケーよし来た来た、おっと片栗粉かぶさってるじゃないか、お前色変わってんじゃなくて片栗粉の中通ってきたんだろ今、それ片栗粉をバフって言ってそこを通ってきたんだろ、もう4周目5周目ぐらいになって色変わるんだろそれ、オッケーまあまあいいや、オッケーよし、さあオーバーテイク、オーバーテイク、片栗粉には負けんわ。オッケー。おっと、前には小麦粉をバフってかぶったやついるわ。小麦粉だぜ、小麦粉。おっと、小麦粉に明太子を乗せている。ホイールが明太子色だ。オッケーオッケー。まあ、そんなこと言ってる場じゃない。すごい有名なスープラが前走ってるわ。この人に当てちゃダメだよ。この人にぶつけたら、ヤフーニュースのトップに出てしまうからね。サクシューマハついにあの人にぶつけるとかって、ね、ニュース出るから。それは気をつけようぜ。今結構かっこいいランデブーだったな、この二人。オッケー。さあなんやかんやでもう普通にもう3位になっちゃったよ、どうせなら俺は4位でファイナルラップで抜きたかったなっていうのがちょっとあるんだけど、まあでもいいですよ、 OK、 いいですね、みかん食べ過ぎのスープラっていうか90スープラ率高いな今日、90スープラまた言った90スープラ多いな、ちょっと大丈夫ですか、しかも R34 バリの34っていうドライバーゼッケンつけやがって、おいちょっとみかん食べ過ぎなくせしてよ、オーケー、よしよし、いいぞいいぞいいぞ、オーケー、おっと先頭走るはねるねるねるねスープラじゃねえか、なかなかいいぞ、これゴールデンメンバー揃ったな、今日のスープラレジェンド最高だ、オーケー、いい感じだ、さあこの2人をどこでオーバーテイクしよう、いやここでオーバーテイクしないよ、ここでオーバーテイクしないよ、泳がせるよ、やっぱりこういった動画は一番盛り上げるところをファイナルラップにするべきだ、おーっとねるねるねるねねるねるねるねが壊す大丈夫ですか、ねるねるねるね、ちょっとえらいことになったな、あれ完璧に自滅というもんですよあれは、はいはい、さあ皆さん私はお約束しましょう、ファイナルラップに入るまでは決してこのみかん野郎を抜きません、このみかん野郎、みかんスープラは決して抜きませんよ、はい、私は何もしません、後ろから猛プッシュをすることでプレッシャーをかけて AI を自滅させます、それがサクシューマハの最近のブームでございます、後ろから猛プッシュするだけして前の車からしたら、いやもうサクシューマハ前行けや、オーバーテイクしろや俺をって言っても俺はしない、絶対しない、へへー、サクシューマハもたまにはそういうお茶目なところあるからね、サクシューマハもね、でこれが結局最後の最後で あの地獄を見る可能性もあるからね、それはもう一種の賭けですよ、それがファイナルラップだから面白い、そうファイナルラップだからこそ面白いんですよね、 OK、 よしいいだろう、ここからあと一周何も抜かないよ、はい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 、ここでオーバーテイクすることなんて軽いんですよ、もう軽すぎるんですよ、こんなんもう普通に抜いてるわ、第一コーナー今回ったわ、サクシューマハ本当だったらね、そこをあえてやらない、もうこの AI の動きというのを観察しよう、後ろは後ろで全然来てないしな、早く行けよ、パパ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 、 OKOK 早く行ってくれた、 OK、 よしもう完璧ですね、もう1位と2位争いはこのオレンジスープラとこのホワイトスープラ、ダイヤモンドホワイトのようなこのスープラ、サクシューマハが乗るスープラはね、色塗装代だけで150万ぐらいするという、あ危ない、あぶつかったこいつ絶対わざとだな、あのブレーキ絶対わざとやりやがったな、サクシューマハクリーンレースを壊滅させてやるみたいな、
いいさ、もうクリーンレースじゃなくなったわ俺、もう仕方がないわ。そう、仕方がないから後ろからもう煽りまくってやるわ。はい、今からやることは決して現実世界ではやらないように。これはレースです、これはゲームの世界ですよ皆さん。はい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 、パパ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 、はい、全ショット、ピカピカピカ。もう最低最低なら、もうそんなこと絶対やらないようにね、現実世界では絶対やらないように。はい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 、もう早く行け。ほら、まだブレーキ踏んだ。ほら、もう君も結構な煽り運転やん、これ。もう今パトカーのサイレン鳴らしたら結構面白いかもしれないこれよしよし、おっと、はい、待て待て、はい、止まりなさい止まりなさいみたいなね。はい、止まりなさい、前のオレンジのスープラ A90 スープラ止まりなさい、ナンバー品川ピーピー点点90止まりなさい、わーみたいなね。はい、さすがにね、あれ鳴らせません今はね、今ちょっと真剣な勝負ですからね。さあ、まもなくファイナルラップですよ、ファイナルラップですよ。スープラさん、ちょっと私のプッシュに全然動じないね。ちょっとさすがだね、さすがですねこれね。 OK、 でもさすがにこのレースは勝たないと、あのトロフィーがねまたシルバーになっちゃうから。はいはい、早く行きなさいよ、早く行きなさいよ、はいはいはい、早く行きなさいよ。はい、ファイナルラップ入りました。ではあとここからはできるところでオーバーテイクして最後に華麗に優勝していきたいと思いますのでね、よろしくお願いします。よし、 OK。 さあ、見事なまでをハンデ、見事なまでのハンデをお見せしておりますが、結局最後に優勝できる保証は全くありません。はい、よし、この辺でもうオーバーテイクするか。はい、オーバーテイクしちゃいましょう、もうこの辺でね。はい、オーバーテイクして、そしてちょっとアクセルオフしてちょっと楽しむということこれで事故る可能性あるからね、後ろから突っ込んでくる可能性あるからね、この最後自暴自棄になった AI が突っ込んでくる可能性があるんですよ。さあ、サイドバイサイド、サイドバイサイド、90スープラ、90スープラ同士の戦い、サイドバイサイド、さあどっちが勝つ、さあどっちが勝つ。34番のゼッケンとナンバーワン栄光の1番をつけたサクシューマッハと、34番なぜか調子乗って GTR の34という数字を貼った90スープラ、果たしてどっちが勝つ。 OK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 、 はい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 、さあ来いや来いや来いや、キューマラスープラ、オレンジスープラ、みかん食べすぎ、みかん待ってんだろ、田舎から届くんだろ、このゴールが終わったら田舎からまたいっぱい届いてんだろ、ダンボールでお裾分けしてよ私に。はい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 、ちょっと、あ、もうあっちやん、面白くねえな、あ、いや、あ、あ、ちょっとあ、落ち着け落ち着け落ち着け、ちょっと、まあ、クリーンレースはもういい、クリーンレースもういい、クリーンレースもういいよ、クリーンレースもういい、もう諦めた、クリーンレースは諦めた、もうとにかくゴールドトロフィーだけ取って、サクシューマハゴールドトロフィーだけ、ちょっと遊びすぎた遊びすぎた、さすがにちょっと遊びすぎた、サクシューマハ、オーケーオーケー、ウサギとカメだったら完璧にウサギになってるわこれ、ちょっと待って、オーケーオーケー、よし、オーケーあぶね、これはあぶね、ちょっと今冷や汗かいたわマジで、これはあかんね、これはあかんね、ちょっと危ない危ない、さすがにね、でも一応ちょっと面白いレースにはなったでしょうちょっと、あ、ちょっとシフトアップじゃない、シフトダウンじゃない、オーケーオーケー、はい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 、来た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 、オーケーオーケー、はいはい、大丈夫ですね、はい、オーケーオーケー、よし、最後は最後は、はいはいはい、おいでおいで、はいはい、オーケーオーケー、あー残念だね、2位のやつ、いや危ない危ない、とりあえずゴールドは取ったけど危なかった、ちょっとあれ本当にスピンしてたらやばかったね。まあたまにはいいんじゃない、たまにはこういうのね。はい、クリーンではないです、これでクリーンという奇跡が起きたら、私はグランツーリスモスポーツを心から愛するよ、今以上に、今以上に心から愛するよ。はい、グランツーリスモスポーツ100本買うわ、もしクリーンだったら。うん、100本は買わない。やってまいりました、スープラレジェンドレッドブルリンクへやってまいりました。第4戦がただいまスタートいたしました。スープラ A90 スープラ、今日本では盛りに盛り上がっております。第1コーナーを行くまでに一気に1台オーバーテイク、かっこいいですね。いや、実際にこのスープラを街中で見るのってどれぐらいなんだろうね、時期的に言えば今年のいつぐらいなんだろうね、納車がスタートするって。夏ぐらいにはもう納車されていくのかな、まあ分かりませんけど、はい、まあ、街中で見たらまたツイッターとかでもまたいろいろと来だすんでしょうね、あの皆さんがアップしだすんでしょうね。はい、まあそんなこんなでこんな感じでしたということで、特に見どころは最後のところぐらいですかね。最後のところはあのちょっとあのアホみたいな失敗したサクシューマハを後でみんなで笑いましょう。さあ、ちょうどこの辺りでねマシュマロトークを繰り広げた後に、まあ、ここでね、このホノルル生まれ、ちょっと日本語が下手くそだと思いますね、この90スープラ、ハワイ生まれで日本語あまり知らなかったみたいなんでね、黄色と赤が揃ってるランデブーすごいね、これで青色が横に並んで3台並んだら信号機になるのにもったいないな、あのブルーハワイのやつとか横に並んでほしかったな、そういうのね、ほら今チラッと映った青いやつとかさ、絶対面白いよなこれ。
いや、やっぱりね、80かっこいいよね。80もやっぱりかっこいいけど、やっぱりもし自分が乗るんだったら、やっぱそれは90が欲しいかな。なんかそう思う、思うね。はい、かっこいいですね。めでたい紅白ですね。紅白かっこいい。いや、やっぱ俺のこのスープラが一番かっこいい自信あるわ。やっぱかっこいいわ。さあ、ここからはね、サクシュマッハのコース上での煽り運転になってしまってますが、まあ煽り運転というよりは、まあずっとこのオレンジスープラの、まあ、スリップストリームにただ入っていただけということになりますね。はい、現在2位ですね。まもなくファイナルラップに入るところです。いよいよファイナルラップに入りましたサクシュマッハ選手。ここで第1コーナーを曲がります。オレンジのスープラも結構本気で走ってきましたね。いやー、いいじゃないですか。こういった戦いの方がね、見ものですから。しかしサクシュマハ、ここでお遊びはここまでだと言わんばかりのオーバーテイク。美しいアウトサイドから一気に抜いていきました。ここで、オレンジスープラの前に出ます。みかん食べ過ぎ野郎の前に出ます。ここでまたインコーナーを取りますが、ここでオーバーテイクをされました。またされいいですね。かっこいいですね。ここもね、非常に。ここでまた順位を落としましたが、スリップに入って、そしてここでやっぱり加速力が違う。ここでまた一気に速度を上げた。オーバーテイク1位になった。これでもう1位は俺のもんだ。誰にも負けない、そう言わんばかりのレースでした。そしていい感じにブレーキ。さあ車体が沈み込む。綺麗にインコーナーを回る。アウトサイドに出た。ここでバックミラーをチラ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 と見るというね、コーナー手前なのにバックミラーを見すぎるというアホな失敗をしたせいで、ここです。ここで見事にやってしまいました。ここでなダートカーになりました。ってここでオーバーテイク。おっと待って、これは人生わかんない。わかりません。レースは何が起きるかわかりません。なんというかっこ悪い抜けか抜かれ方でしょうか。しかしやっぱり実力が上手だったサクシュマッハ。ここでまたインコーナーから攻めてオーバーテイクした。かっこいいぞ。そして1位になった。あとはファイナルコーナーを綺麗に回るだけです。ラスト、さあやってきました。ここでスピンしなかった。完璧ホームストレートに戻ってきました。ほぼ順位は確定。1位サクシュマッハ、2位がオレンジ弥太郎、ゴールイン。皆さんお疲れ様でした。サクの部屋に帰ってまいりました。お帰りなさい。ということでスープラレジェンド第4戦、なんとか1位になりました。まあここは面白いから、次のこの京都ドライビングパークもぜひやりましょう。ここ走るときはまた80とかで行ってもいいかなとか思ったり、まあいろいろちょっと考えてますが、まあどうなるかは分かりません。はい、ということで楽しかったですね。グランツーリスモスポーツ、やらないといけないことはいっぱいあります。はい、本当に忙しいです。でも他にもゲームがありますので、グランツーリスモスポーツだけをすることができません。それがちょっと非常に残念です。まあ極めるぐらいやればね、一番いいんだけどね。はい、さあ皆さん、グランツーリスモスポーツこれからもどんどん楽しんでいきましょう。いや、いいね。で、最近どうですか。あの土曜日曜挟みましたけど、高級車見ました。やっぱりいい車、天気いい時の土日はやっぱりいい車が出てるね。見せびらかしてんね。いいことなんだけど、やっぱドライブしてるね。やっぱりもう見てほしいっていう感じで走ってるわ。もうガン見してやるわ俺。めちゃめちゃガン見してるわ。もう俺みたいなタイプ、多分車に乗ってる人からしたら最高のごちそうでしょ。めっちゃガン見してるよあみたいな感じで。はい、ということで皆さん、本日もご視聴ありがとうございました。また皆さんと一緒に楽しんでトークできればと思います。本日もご視聴ありがとうございました。新サクの部屋のサクでした。